はいどうもポッカメです。今回も道を歩きながら生き物を探してます。世間はもう夏休みですけどね、多分皆さん森とか海とかわざわざ遊びに行く時間もお金もないでしょう。生き物を探すんだったら道端で十分だから。ホシハラビロヘリカメムシがいますね。君は道端から河原からどこにでもいるな。まあそれだけね、都市化に強くて繁栄しているってことですね。青葉羽衣がいっぱいついてます。白い羽とピンクの縁取りが美しい羽衣です。一匹見つけたらだいたいその草に何匹もついてる。お、なんか大きな羽を持った生物がいます。なんだこれ、ガか？あ、この姿はガではないですね。セミみたいな幅広い顔をしてます。これも羽衣ですね。この不思議な模様の羽衣は別光羽衣と言います。別光羽衣、別光のような色ということでしょうか。いまいちピンとこない。以前大量に発生していると紹介した外来の羽衣とは、羽が大きいところや褐色っぽいところは似てますね。どっちも同じ羽衣か羽衣赤に属してます。ちなみに青葉羽衣は青葉羽衣かなんでね、同じ羽衣の仲間とはいえ結構離れてる種類です。分布は本州から沖縄でかなり広範囲に見られますね。高植性でクズ、クワ、みかん、茶、ウツギ等々様々な植物から汁を吸います。例の外来の羽衣が爆増するまでは多分最も身近によく見られる羽衣だったんじゃないかなと思います。今は外来羽衣の方が圧倒的だけど、どうなんだろう、外来羽衣との競合で数を減らしたのか、それとも広い植生のおかげで生き残っているのか、どうなんでしょう、注目ですね。すでに外来の羽衣に結構押されてる感じするけど、減ってほしくないですね。体長はだいたい6から8ミリ、羽を含めると9から11ミリくらいあります。細い茎に止まってると非常に目立ちますね。しかも近づいてもなかなか飛んで逃げないんで捕まえやすい。大丈夫なのかな。色は暗褐色から黄褐色まで変異があって緑っぽい鱗粉に覆われていることもあります。特徴は何といってもこの羽の模様、無色透明の横帯が2本あって、その間の両縁に黒っぽい斑点があります。どうですか、この透けてるラインとかめっちゃオシャレじゃない。かなり美しい昆虫だと思います。上から見ると頭が幅広くて大きく見えましたが、横から見るとかなり頭短めですね。顔が可愛いですね。お腹側はこんな感じです。羽は透けてるんで、もちろん裏から見ても模様が出ます。体の形はセミっぽいですね。植物の汁を吸うための長い口も持ってます。カメムシ目の特徴ですね。なんかミニチュアのセミにでっかい羽がついたみたいな面白い見た目ですよね。ベコハゴロモは夏の昆虫なんで、観察するなら今がチャンス。くれぐれもガとは間違えないように。はい、というわけで今回はベッコウハゴロモを観察しました。外来のハゴロモには負けず頑張ってほしいですね。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。